ブンデールカンドブンデールカンドは、インド中央部、マディアプラデーシュ州北部とウッタルプラデーシュ州の南西部を中心とした地域である。この名称はこの地域を支配した部族ブンデーラー、由来し、ブンデールカンドとは、ブンデーラーの土地という意味である。主要な都市には、ジャーンシー、オールチャー、バンナ、カーリンジャル、バーンダー、シトラクート、ダティアー、サーガル、カジュラーホー、マホーバー、 ハミールプル、チャタルプルが挙げられる。オールチャーのジャハーン・ギール・マハル・チャトラサール長らく、プラティ・ハーラ・アサの支配下にあったが、カナウジ・カンラクによる衰退により、10世紀頃に、その風神であった、チャンデーラ・チョが台頭した。12世紀、強大なチャーハマーナ・アサの侵略があったが、チャンデーラ・アサは、独立を保った。1309年、チャンデーラ・アサは、 デリーするターン朝のハルジーチョに滅ぼされ、それらはいくつかの小王国に分裂した。1545年、スール朝の創始者、シェールシャーは、カーリンジャルのラージプートを攻めようとした際、爆薬の誤爆が原因で死亡した。16世紀以降、ムガル帝国の支配下に置かれたが、ブンデルカンドの小王国は独立性を保ち、オールチャー王国などが存在した。帝国の統治者は、 カルピオ中心に、これらを支配した。17世紀後半、アウラングゼーブの知性チャトラサールが反乱を起こし、ブンデールカンドに広大な半島を築いた。18世紀、チャトラサールは、マラウター王国との同盟の証として、自身のブンデールカンドの領域3分の1を、割上した。それのみならず、自身の娘マスターニーを王国最小、バージー・ラーオに嫁がせた。 1801年、マラウター王国の最小バージー・ラー・オニセイは、イギリスとバセーン条約を締結し、イギリスはこの地域の支配権を得た。1811年には、ブンデール・カンド州となり、1853年には、中央州に併合された。また、この過程で小王国は、イギリス従属下の半王国となった。1857年、インド大反乱勃発時には、 ジャーンシーのラクシュミーバーイーなどが反乱を起こすなど、大規模な繁栄闘争が起こった。1947年、インド独立時には隣接するバンゲールカンドと共に、ウンデールカンド州として一州を形成したが、1956年の仲裁編により、ジャーンシーはウッタルプラデーシュ州となり、他はマディアプラデーシュ州となった。ありがとうございます。